はい、どうも皆さんこんにちは、ジャングルに住むおじさんです。どうぞよろしくお願いします。この部屋にはですね、観葉植物がたくさんあってですね、まあ、ジャングルみたいになってるんですけど、まあ、休日なんかはですね、私はこの部屋で過ごすことが多いんですけど、まあ、そんな時にですね、小腹なんか空いたりしたらですね、この辺にある、パキラなんかをですね、こういう風に食べたりなんかはしないよということで何の時間なんだって感じですけど、パキラ食べません。今回の動画はですね、板付けについて、お届けしようと思います。というのもですね、まあビカクシダを、育てられてる方はですね、板付けされる方が多いと思うんですけど、ビカクシダの着生板って、いろいろあるじゃないですか。まあ焼きすぎだったりとか、コルクだったりとか、こういう風な着生板とかですね、こういう風のがあると思うんですけど、この間ですね、100均に行ったらですね、なんか結構面白そうなものがあったので、これに板付けしたら面白いんじゃないのかなっていうのがあったので、それを何点か買ってきたので、今回はですね、その買ってきたものに板付けしてみたいと思います。はい、それではですね、どんなものを買ってきたのかっていうのを、紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら松焼きトレー、こちらですね、お皿なんですけど、なんかもうビカクシダをつけるために作られたような形をしていますよね。まずはこちらですね。そして次に、こちらウッドデッキパネル、こちらだけちょっと200円。これなんかもですね、なんか着生板として使えそうな形をしてますよね。はい、ウッドデッキパネルですね。はい、そして次にこちら、ですね、こういうパネルなんですけど、石調のパネルですね。これ厚みもこれぐらいですね。はい、このパネルですね。そして、次にこちらふるいですね。こちら側にちょっとビカクシダをつけてみたらどうかなと思ってこんなのも買ってきました。それとですね、まあ見比べてみるために、まあコルクと、こちらは着生板、こちらを使って板付けしていきたいと思います。そしてですね、ビカクシダはこちらとして、大きい板にはこの大きいビカクシダ、こちらをつけていきたいのと、小さい板にはですね、こちらの小さいビカクシダ、ネザーランドですね、どちらもネザーランドを板付けしていきたいと思います。はい、それではですね、まずは松焼きトレーから板付けしていきたいと思います。今回の動画はですね、板付け後の雰囲気を見ていただきたいので、板付けの様子は、サクサクっとお届けしたいと思います。こちらの松焼きトレーにはですね、こちらの小さいネザーランドを取り付けていきます。鉢から苗を取り出して、いらない土などをですね、取り除きました。次に水苔を乗っけてテグスで巻いていきます。こういう板もですね、自分で作ろうと思ったら結構手間暇がかかるので、もう100円ですからね、こういう板を何枚か買っておいて、小株なんか取り付けてあげるのも良いかと思います。ちなみに板の大きさが、縦が30センチの横が14センチでした。はい、そうこう言っている間に、テグスが巻き終わって松焼きトレーの板付けの完成です。動画の最後の方にですね、壁掛けにして、またお見せしたいと思います。はい、次にですね、ウッドデッキパネルに板付けしていきたいと思います。こちらにはですね、大きいネザーランドを板付けしていきたいと思います。鉢から出して、いらない土を落としてですね、ちょっと根っこが大きかったので根っこはカットしました。このウッドデッキパネルの、板の大きさがですね、縦横約30センチあってですね、こういう大きいビカクシダを取り付けるのも、余裕を持って取り付けることができました。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、次にこちらのパネルに板付けしていきたいと思います。こちらのパネルもですね、縦横約30センチありますので、大きいネザーランドを取り付けていきます。このパネルはですね、ちょっと厚みが薄いために、板付けするにはちょっとやりにくいかなという感じがしました。今回ちょっと株が大きかったので水苔もたくさん使ったので、まあ、もう少し小さい株とかで板付けするなら、やりやすいかもしれません。
はい、こんな感じで完成です。それでは次にふるいに板付けしていきたいと思います。まあ普段こういうものに板付けすることはないんですけど、まあ植物と金属の融合というか、まあどんな雰囲気になるのかっていうのが見たかったので、一つ試しに買ってみました。板付けはですね、金網なので、たくさん穴が開いてていろんなところから糸が通せるので、板付けはまあしやすいんじゃないのかなと思いました。はい、ということで、ふるいの板付けの完成です。はい、それでは次にコルクに板付けしていきたいと思います。コルクはですね、柔らかくて加工もしやすいですし、まあ、長方形のコルクとかあったらですね、少し角を削ってあげるだけでも、雰囲気が出ますし、ビカクシダをはじめチランジアなんかもですね、コルク付けしてあげると、ナチュラルな感じが出てとってもいいと思います。はい、それでは、水苔のいらないところを切ってですね、コルク付けの、完成です。そして最後はですね、こちらの着生板に板付けしていきたいと思います。こちらの着生板の板付けはですね、今まで何回かやってきてるので、今回はですね、もう一瞬で終わらせたいと思います。それではいきますよ、せーの、ドン。はい、完成。それでは全ての板付けが終わりましたので、次に壁掛けの様子を見ていただきたいと思います。ビューンビューン。はい、まずはこちら、焼き松プレートですね。最初からなんか間違えてずっと松焼きプレートって言ってましたけど、裏のあの紙貼ってるの見たら焼き松プレートでした。ごめんなさい。まあどっちでもいいか。まあそれはさておき、どうですかこの焼き松プレート。まあミツバチ系 YouTuber 的にはですね、お皿とは思えない感じで、色とかもちょうどよくてバッチリハマってるんじゃないのかなと思います。はい、次にウッドデッキパネルの、板付けの様子です。こちらはですね、鉢植えでかなり育ったものを板付けしたので、板付け直後ということもあり、まだ馴染んでない感じはしますが、植物との相性というか、雰囲気的にはいいんじゃないのかなと思います。200円という安さで、こういう雰囲気の板付けができるのであれば、ありなんじゃないのかなと思います。この雰囲気をもとにですね、ご自分でアレンジされて、自分好みの板を作られてみるのも良いかと思います。はい、ということでウッドデッキパネルの紹介でした。はい、次にですね、こちらの石彫のパネルの、板付けの様子ですね。まあこちらもですね、まあ、色合いとか雰囲気的にはいい感じなんじゃないのかなと思います。とはいえこれはあくまでも下敷きのパネルなので、これをおすすめしているわけではありませんので、こういう感じの板に、板付けされたいと思われた方はですね、参考にしていただけたらいいなと思っております。はい、ということで、石彫のパネルの紹介でした。はい、そして次はですね、ふるいにつけたビカクシダの板付けの様子ですね。どうですかねこの感じ、この金属と植物の、相性というか、まあ、日本に3人ぐらいはいいって言ってくれる方がいるかもしれませんけど、私的にはちょっとあんまり好きじゃないかなって感じですね。でもですね、裏側が、空間があるので、後ろを透かしてあげると、通気とかには良いかもしれません。でも周りが錆びてきたらちょっといい感じの雰囲気が出るかもしれませんね。これはちょっと外に置いてしばらく様子を見てみたいと思います。はい、次にコルクの紹介ですね。コルクはですね、この自然な雰囲気が出るっていうのがいいですよね。コルクはですね、もう何つけても似合いそうで特に言うこともないので、コルクの特徴を紹介したいと思います。コルクはですね、樹齢25年を超えたあたりから、手作業で樹皮が剥がされていくみたいで、最初に剥がされたコルクをバージンコルクと言います。バージンコルクはですね、デコボコが多くて、植物を着生させるのに向いていると言われています。そしてこのコルクにはですね、スベリンという物質が多く含まれていて、ダニとかはですね、湧きにくいとされています。はい、ということでコルクの紹介でした。そして最後に着生板に板付けをした様子です。思ってたよりもですね、だいぶ見た目がしょぼいので、他の着生板の、動画も見ていただけたらと思います。植物が育ってくるとですね、着生板につけるとこういう感じになります。はい、ということでですね、今回はですね、いろんなものに板付けしてみました。あなた好みの、着生板はありましたでしょうか。
着生板もですね、見た目が良いものや、機能に優れたものなど、いろんなものがあると思います。それぞれのシーンに合わせた、着生板を選んでですね、ピカクシダがもっと魅力的になるようにですね、皆さんも楽しまれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回はビカクシダをいろんなものに板付けしてみるという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。